どうも、いつもお世話になってる。いえ、こちらこそ。パン屋さんスイートの社長渡辺さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前々からここの竹を切らせてくれって自分から言ってて、で、なかなかちょっと来る機会が去年はね、いろいろお互い忙しかったんですよね。そうです。で、1年半ぶりぐらいになっちゃったんですけど、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここが渡辺さんのお家、はい、の裏山です、ね、になります。めちゃくちゃいいところで、で、ここの竹をちょっとすくと言いますか、密集しちゃってるんで、今回はちょっとここを、伐採というか、すいていきたいと思います。ちょっとこれでもやったんですよ。はい、で、今日これでもやって、パッカー車3回ぐらいそんなにやったんですか？やったんですよ。はい、だけど、で、やれたのはあの辺で、だから、まあ、ちょっとこう少ない。ただ、ここの辺はもう、結構あれですか、ね。で、この鬼笹っていうんですか、やばい状態になって、おこの辺の竹とか、ちょっと何とかしないと。なるほど、なるほど。ちょっとまずこの足場を整えます。で、今日はメインでこの 80V のマキタのやつ使います。で、シュレッダーブレードつけてきたんで、これでまずこういうところをやってきます。で、その後ですね、竹、太めの竹はちょっとこのチゼルブレードってやつ、これでやっていこうと思います。これ結構これぐらいのまでいけちゃうんで、これでいっちゃいます。はい、この辺先に、はい、ちょっと離れて、はい、行きます。これが渡辺さんお持ちの 10.8V バッテリーで動く、はいはい、なんですか、これ剪定バサミか、はい、で、これ2回押すと、うん、今みたいに開いて、はい、で、この無段階調整になってるんで、はい、これでちょっとチョキチョキそこ、あの辺を、はい、で、手だけ、指だけ挟まないように。指挟んだらやばいです、はい、この辺ですね。あ、そうですね。とか、この手すり周りを、手すり回り、はい、これここちょっと手すりがあるっぽいんで、すみません、やっててもらって、あ、そうですね、チョキチョキ、はい、渡辺さんはいつもご多忙なので、新店舗おめでとうございます。また今度はバーガーコラボ、あ、よろしくお願いします。ちょっと、はい、じゃあちょっと、ま、いろいろやってるんで、また後ほど。
はい、ということで渡辺さんにこの切っていいやつ赤い印をこうつけていってもらいました。でこれからこのチゼルブレードで、この竹切っていきたいと思います。すいません、ありがとうございます。いえいえ。はい。もうこの松本安曇野地区では知らない人はいないじゃないですか。いやいやいや、甘い系も浪柳にしかないクリームパン、はい、クリームドーナツとか、これがまあ
節限定の、まあ、チョコラウンド、これ今月だけなんですけどね。ちなみに自分好きなのこれです。これあビッグペッパーフランクで、本当はケチャップマスタードも一緒に持ってこようと思ったけど忘れちゃいました。いやいやいや、すいません、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。あ、そのまま毎週ぐらいの本当あの安曇野店があるんで、あの一昨日もこれ食べました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。塩尻店はどうですか。塩尻店もだんだんこう、ええ、あの今伸びてきてる感じで、ええ、まあいろいろねコロナ禍だったんで、うん、ちょっと苦労しましたけどね。あの、まあ、おかげさまで、もうアメリカともつながりが、そうそうそう、なんかやってったら面白いかなって、まあ面白いことをやっていけばいいかなと思って。ええ、これはあのカマンベールのやつ で、はい、でクロワッサンと、はい、あのパストラミ、それも美味しいですし、です、うん、前聞いた時に、うん、カレーパンが一番人気、一番人気、うん、やっぱ特に浪花鳴なんかもカレーパン人気。あ、そうサクッと食べるところどうですか。食べるところ、あったかいです。あったかいです。はあ、そうなんですね。うわ、日本のソウルフードですよね、カレーパンはね。サクサクですね。まだあったかいですか。めっちゃあったかい、はい、サッカーボールめちゃくちゃ出てきて。そう、やばいね、本当に。10個ぐらい出てきて。いや、子供さんたちがみんなサッカーやってるってことで、うん、やって、鬼座に入っちゃって、ああ、あの、わかんなくなっちゃうみたいな。それはちょっとね、大人なカマンベールとあれなんで、あ、なんかハムみたいな、ハム、そうです、生ハム、生ハムカマンベール、うん、うわぁ、めっちゃ美味しいですね。そうですか、生ハムカマンベール、わさびバーガーの時は一緒にやってね。いやいや、こちらこそ。また機会がありましたね。今年ちょっとやっちゃいましょうよ。バスの荷台を改造して、そこでハンバーガー焼いて、自分もちょっとご一緒させていただいたんですけど、なんか視聴者さんでも来てくれた方いて、あ、そうなんですか。ちょっと自分は会えなかったんですけど、なんかあのハンバーガー買ってくれて、またあのその際はぜひ告知するのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ボール出てきた。ということで、今日はすいません、一番忙しい時期に来ちゃって、いや、とんでもないです、もう本当に、すごいですね、びっくりしました。打ち終わりまして、で、かなり綺麗になって、日が差すようになったし、そうですね、ここでソリとかもできるんじゃないかな本当に日が差すようになって、はい、で、あっちも結構綺麗になったし、綺麗にね、本当に、すいません、ここにちょっと大量の竹とか笹を置かせてもらって、来週これまた来てチッパーをちょっとの威力をチッパーで、粉砕したいと思いますので、はい、また来週よろしくお願いします。ということで、今日は竹やぶを伐採してみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。